テレビ制作の共用バラエティ番組である。女性漫才コンビハイヒールの冠番組で、タイトルは漫画の B バップハイスクールにちなむ。制作局の朝日放送テレビでは、自社制作の深夜番組レーベル、ナイト・イン・ナイトの木曜枠で、2005年4月7日から2018年9月27日まで23時17分翌0時17分。 2018年10月4日から2019年9月26日まで23時22分翌零0時22分、2019年10月3日から2020年3月26日までは23時17分翌零0時17分に放送されていた。一部のテレビ朝日系列局で常時ネットを実施しているほか、系列外の放送局でも不定期で放送されている。そのため、 本校で、記載の放送日はいずれも朝日放送テレビでの放送文に基づいている。朝日放送テレビプロデューサーの矢沢克行が週替わりのテーマ設定や独特の構成、演出によって教養とバラエティの融合を試みていた番組。取り上げるテーマも、政治、経済、社会問題、流行、風俗、スポーツ、日本で、ほぼ無名ながら、 海外で広く認知され高い評価を得ている日本人や日本企業、関西地方の知られざる歴史、監修、交通事情など、困難にこだわらず多岐にわたっている。テーマの選定にあたっては番組スタッフがそのテーマに詳しい人物の著書を精読した上で有名無名を問わず、当番組にふさわしい人物を賢ブレーンという肩書きで起用。さらに、 テーマを放送で取り上げることが決まった場合には、賢ブレームが口実のスタジオ収録へ同席するようになっている。当番組の放送期間中に解説していた公式サイトでは、テーマに関連する賢ブレームの著書を放送後に紹介。テーマによっては、賢ブレームが取材 VTR にも登場したり、賢ブレームの著書や関連書の売れ行きに好影響を及ぼしたりすることもあった。 朝日放送テレビでは、旧朝日放送時代の2005年4月7日から15年間にわたって、ナイト・イン・ナイトの木曜枠で放送されてきたが、2020年3月26日放送分で終了。最終回では、SF 作家の高島優也を賢ブレインに迎えて、5年後の未来、それは終わりか始まりかを放送した。2020年4月2日からは、うなばらやすよ。 智子が司会を務めるトークバラエティ番組、ヤスと物至って真剣ですお堂枠に編成する。ハイヒールを司会、朝日放送朝日放送テレビのアナウンサーをアシスタントに据えた上で、スタジオレギュラー陣を賢チームと凡人チームに対別。賢チームには、筒井康隆と江川達也が毎回揃って出演していた。一方の凡人チームには、 番組開始時点では活躍の場がまだ限られていた吉本工業所属の芸人を矢沢がレギュラーで起用。現在は田村健二が毎週、チュートリアルとブラックマヨネーズが各週交代で出演するほか、一組の女性タレントを週替わりでメンバーに迎えている。なお、ブラックマヨネーズは2005年、チュートリアルは2006年に、それぞれ M-1 グランプリで優勝。 セリナやアンメグミなど、矢沢の方針で、無名時代から定期的に登場しているタレントも多かった。このような経緯から、田村賢治は、番組の終了が発表された直後に、自身のインスタグラムアカウントを通じて、コメントを発表。15年前に何も仕事のなかった、ブラックマヨネーズ、チュートリアル、田村賢治を拾ってくれた番組が終わります。とにかく辛い。残念とかじゃなくて、 しんどいくらい辛い。正直、終わらないといけない理由がわからない。ほんまに、悔しいとの心情をとろした上で、視聴者に対して、最後まで、楽しくやるから。こんな最高の番組めちゃくちゃ楽しく終わらすから、終わらしたこと、後悔させるくらい、最後面白く終わるから、最終回までよろしくお願いしますと呼びかけた。関西地区のレギュラー放送では、 アニメーションによるオープニングムービーを流した後に当日のテーマに関する再現映像当日の賢ブレームに関する紹介映像スポット CM を挟んで本編に入っていた。本編の前半では賢ブレームの著書、作品、証言、推理などに沿って独自に制作した再現 VTR を流すとともにスタジオ出演者が解説やコメントを挟む構成になっていた。 再現 VTR については、朝日放送テレビの地元、関西地区での放送を念頭に置いているため、ナレーションや登場人物のセリフに関西弁を用いることが多かった。その一方で、外国人や海外に関するテーマを扱った場合には、外国人を登場させている。本編の中盤には、凡人チームの芸人によるロケ企画、ハテナの自由研究を挿入。 後半は、賢チーム及び凡人チームに対して、アシスタントがクイズを出題したり、スタジオ出演者の一部が、当日のテーマに関する実験や試技に臨んだりしていた。エンディングでは、桃子がつついに感想を求めた後に、スタッフロールに合わせて、歌手の最新 PV を月替わりで流していた。制作局の朝日放送テレビでは、旧朝日放送時代の九百九十年代にも、 ハイヒールの冠無理番組として、ハイヒールのどんなんかな予備校という教養バラエティ番組を毎週日曜日の午後に編成。後に、大阪府知事を務める横山ノックが校長役で出演していたほか、テレビ朝日系列局の一部でも遅れ、ネット方式で放送していた。ただし、本番組と違って、先生が生徒に向けて自身の専門分野を講義するスタイルで構成していた。 また、第1回から第36回までは、納得バナナ、ハテナバナナという小道具を利用した、ハテナバナナチェックという企画を実施。賢チーム及び凡人チームのメンバーが各自で納得バナナか、ハテナバナナを自分の席の机へ置くことによって取り上げたテーマへの納得度を評価する趣向になっていた。基本として、 各週水曜日の午後に朝日放送のスタジオで2回分を収録。2007年4月26日放送分からハイビジョン制作へ移行するとともにスタジオセットも一新された。収録ではスタジオ中央の司会席に向かって右から賢ブレーンハイヒールリンゴハイヒールモモコが着席。スタジオの右側に賢チーム、左側に凡人ンンチームの席を歯の事情に配していた。 女性ゲストには、チュートリアル、または、ブラックマヨネーズと、田村健治に挟まれる格好で着席。データマン、データガールを務めるアナウンサーは、スタジオセットの右端で立ったまま待機する。データガールとしてツカが加入してからは、データガールとハイヒールのやり取りが新たな見どころになっている。また、賢チームの座席の背後には、筒井の著書や江川の作品が置かれていた。 通算300回目の放送では、有馬温泉をテーマに、現地で、オールロケを観光した。放送開始10周年にあたる2014年には、ハイヒールの二人が、本番組史上初の海外ロケで2月上旬に、ガラパゴス諸島を訪問。同年3月30日15時30分17時25分の、特別番組、ハイヒール結成30周年記念ビーバップ。 ハイヒールガラパゴススペシャルと4月3日のレギュラー版でロケの模様を放送した。2017年にはバックトゥーザビーバップハイヒール12年間の名作を1時間で振り返るスペシャルと称して講述する人気シリーズのダイジェストやハテナの自由研究初期の名場面集を2月23日にレギュラー枠で放送した。また、 朝日放送での放送開始13年目にあたる4月7日、放送分からは放送済みの本編動画を TVer で配信。日本国内であれば、公実するネット局以外のエリアでも放送後1週間限定で直近の放送内容を TVer から無料で視聴できるようになった。このため、オープニングの構成を TVer 向けに改めたり、オープニング映像のアニメーションや、 コーナーロゴを変更したりするなどのリニューアルを実施した。2017年10月12日放送分で通算の放送回数が600回に到達。当日は、かしこブレーンの筒井に焦点を当てた構成で東京都内にある筒井の自宅で収録した模様を中心にビーバップ。ハイヒール特別編、筒井康隆。この男、何者なのか。として放送した。 この収録には、ハイヒール、エガは、ブラックマヨネーズに加えて、凡人チームのゲストとして、出演頻度の高い浜口純子が同行。筒井が小説を執筆する書斎を訪れたほか、代表作の一つである、時をかける少女の執筆に至った背景を、本人の反省を織り交ぜた再現 VTR で、紹介した。また、事前に視聴者から募集した筒井への質問に本人が、 答える企画も実施。筒井の妻がロケ、筒井と信仰の深い山下洋介やまた吉直樹が VTR コメントで登場した。関西地区では深夜帯の放送ながら外して高い視聴率を記録。テーマによっては週間視聴率ランキングの上位に入ったり、レギュラー放送枠以外の時間帯に関西ローカルで再放送を実施したりすることもあった。 2013年12月30日には本番組史上初めて朝日放送がご機嫌、ブランニュとの合同特別番組何話の夢の祭典5期ブラ VSB バップガチンコ7番勝負スペシャルを関西ローカルで13時55分から15時55分に放送した番組史上最高の視聴率を記録した回は2006年11月30日放送分の B バップ。法医学教室の事件簿及び2010年4月8日、放送分の関西鉄道ミステリー時空を超えた真実を解明の16.3%。関西鉄道ミステリーについては、2010年9月16日放送分の関西鉄道ミステリーにでも番組史上、第2位の16.1%を記録するなど特に人気が高く、シリーズ企画を随時放送していた。 朝日放送開局60周年記念番組と名打たれた2011年2月24日放送分の15分拡大スペシャルのテーマも関西鉄道ミステリーさんであった番組開始当初からレギュラーで出演してきた徳井吉兼は東京国税局に総額1億3800万円の申告漏れを指摘されていたことをめぐって2019年10月23日の 深夜に自身の意向で記者会見を開催この会見を受けて、チュートリアルが所属する吉本工業は同月28日に得意の芸能活動自粛を発表した。得意は前日した会見の当日にも2019年11月28日及び2020年1月16日放送予定分のスタジオ収録とロケに参加。 制作局の朝日放送テレビでは会見日より前に収録したチュートリアル出演会あなたのスマホに繁殖中最恐れの同居人秋カビを当初の予定に沿って会見の翌日に放送していた翌週にもチュートリアルの出演会を放送する予定だったが後日の放送に向けて収録を済ませていたブラックマヨネーズ出演会 輝かしき栄光と破滅あの天才がなぜに、急遽差し替え。得意については、完全に降板させず、当面の間出演を見合わせる措置を講じた。2019年11月以降に放送される、チュートリアル出演会のうち、得意が収録に参加した回については、収録済みの映像を福田だけが出演しているように、編集。得意の芸能活動自粛後に収録された回に、 ついては、福田、田村、ブラックマヨネーズ以外で、吉本工業に所属する芸人を、得意に相当するポジションで出演させていた。なお、得意は当番組の終了を1ヶ月前から、芸能活動を再開しているが、当番組への復帰が見送られたまま番組を終了。最終回のスタジオ収録では、田村健二、ブラックマヨネーズ、福田が一堂に会している。ただし、 放送上後半に編成されていた15年分の総集編には得意の出演シーンが入ったダイジェスト映像も使用。その後に組み込まれたトークパートでハイヒールリンゴとツツイが得意に言及したシーンも放送された。司会パネリストデータガールナレーター凡人ンンチームデータ、万件、アシスタントデータガールナレーター過去に多数の専門家、有識者が出演したため、 シリーズ企画などで複数回にわたって登場した人物や経歴、肩書き、専門で扱うテーマなどで特筆すべき人物を中心に記載。など、通常の放送では1名が司会席に座るが2018年以降はハイヒールのどんなんかな予備校に似た構成の著名人かし子ブレーンスペシャルを3月中旬と12月中旬に放送。この場合には ハテナの自由研究を休止していた。過去にスペシャル版で講師を務めたカシコブレーンは以下の通り。過去に出演した人物を以下に記載。所属グループのある場合は出演当時のもの。関西鉄道ミステリー編集再現 VTR に加えてカシコブレーンの川島自身による取材 VTR も随時放送。放送会によっては ABC で長らく当番組の直前に放送されていた世界の車窓からのパロディとして畑中のナレーションによる関西の車窓からという企画を後半に組み込むこともあった。放送会によっては川島以外の人物が賢ブレーンを務めるシリーズや賢ブレーンが登場しないオールロケの特別企画を編成することがあった。凡人チームのメンバーの進行による週替わりの ロケ企画で基本として1回分の放送に対して一組が担当。以下では放送頻度の高いシリーズ企画を記す。ただし他の企画も随時放送。チュートリアルの得意が前述した事情で出演を自粛してからは上記以外でスタジオに登場しないお笑い芸人の進行によるロケ企画を織り交ぜることもあった。チュートリアル担当ブラックマヨネーズ担当。 田村健治担当、ありがとうございます。